ことですね。ラーワン63.5 キロのスーパーライトですね、はいはい、さあ改めまして M1 ジャパンスーパーライト級王座決定戦3分3ラウンド、そして延長が1ラウンドあるというルールで行われます。パッと見ケンヤ選手、はい、手足の長さがすごく目に引くんですけれども、まあ、確かにそうですね。身長もまあ、2センチですか、まあ、でも手は長いですね、うん、手も足も長いですね。こういった手足の長さを使って自分の距離を作っていくような選手なのかなと思いますが、一方のゲンゲイブレイブリー選手、先ほど第5試合で登場したプランダムブレイブリー選手と同様にタイ人12歳でプロデビューというですね、僕もだから初めて見るちょっとムエタイの選手なんで、3ラウンドしかね、はいはい、ないので、はい、まあ、どのあたりで仕掛けてくるのかなと。朝久選手、はい、このタイトルマッチのペース配分とかってどうなんでしょうか。そうですね、ペース配分というよりもこの手数の出てない今でもいろんな攻防の駆け引きがあってて、中でもゲンゲイウ選手の左の蹴りが速いなと思いましたね。なるほど、ありがとうございます。そうか、日本では初めてなんですね、試合今回。あ、なるほど、ね、おそらくやってないでしょう多分、はいはいはい、はい、タイの実績でまあ王座決定戦に抜擢されたというところですかね。ま、日本の初めての試合で王座決定戦、しっかりとここでチャンピオンになっておきたいところですね。さあこの辺りは何でしょう、リーチの長さを使ってじりじりと追い詰めているようなケンヤ選手がですね。そうですね、まだちょっとタイ人も捕まえていいのか、はいはい、ね、打ち合うのか様子見しているところですね。はいはいはい、不気味ですね。先ほどのプランダム選手の対人ならではのですね、はい、組み方、はい、そういったところが出てくるとまた試合がガラッと流れが変わるんじゃないかなと思います。うん、ね、はい、構えなんかもすごいゆっくり見えるんですけど。そうですね、この辺の緩急というか、はい、うん、さあ早くもケイナ選手の右脇腹赤くなってきました。すごいですよね、ムエタイの蹴りって、はいですね、ラスト30、一発二発でね、ラスト30。さあここからと、ここはクリーンブレイクしていきました。さあ残り30秒切っております。さあこれがどう崩していくのか。ラスト10、ラスト10。さあ残り時間10秒。おっと右の牌、これはガードしている。さあ左右のキックのコンビネーション、ケンヤ選手終了。第1ラウンド終了、これより1分間のインターバルとなります。ちょっと試合終了間際笑顔なんかもこぼれましたが、大体なんか分かったっていう感じですかね。そうですね、お互いがこう第1ラウンドで探り合いながらお互いの前を掴んだような感じでしょうか。そうですね、ケンヤ選手はその ストレートに初っ端の方は手応え感じてたと思うんですけど、終盤になってくるともうケンケイウ選手がもう距離感だったり威力だったり全て掴み始めてるんで、ケンケイウ選手はいけるなっていう感じの笑顔だったと思いますし、ケンヤ選手はこいつやるなっていう感じの笑顔だったと思いますね。やはりこうリング上で対峙している者同士しか分からないこう意思の疎通といいますかですね、なんかそういったあたりもタイトルマッチはやっぱ痺れますね。そうですね、ヒリヒリしますね。はい、セコンドアウト、セコンドアウト。このインターバルすごくあっという間に感じますが、そうですね、タイは2ラウンドなんですよね、はい、はいはいはい、ムエタイは、まあ、ムエタイは賭けがあるから、まあ、間はその、ね、余分に1分あるのかなと思うんですけど、インターバル早いですよね。はい、もう始まっちゃう、始まりました。もうちょっと話したいですよね。確かに。2ラウンド始まりました。これは左のミドル。さあお互いちょっとキック出てきましたね。そうですね、で組んできましたね。はいはい、さあ組んだ時のやっぱりリーチの長い選手の膝蹴りというのはどうなんでしょう。ポイントとしては当てれるのが難しいようなイメージがあるんですけれども、結構上手な選手はやっぱり身長差あっても、はい、ね、さっきのプランダムじゃないけど、はいはい、上手に当てますよね、はいはい、やっぱり首相撲はの展開だとやっぱりタイ人が
絶対に優勢ですよね、はいはいはい、なかなか日本人でね対人の優位に立つ選手はそんないないですよね。このあたり意図としてはゲンゲン選手はやっぱり倒していきたい、はい、しかしケイヤ選手としては膝でガードしているような感じでしょうかね。はい、もうあの倒すというより、まあ、ポイントをしっかり取りに行きたいというところですかね。なるほど、なるほど、はい、行かせて、はい、実際に朝日選手、はい、組んだ時、はい、こう攻め方、そしてあとは守り方ですかね。そうですね、組んだ時に肘を入れたいんですけど、ケンゲウ選手のディフェンスと固め方がうますぎてなかなか攻防につながってないですね。なるほど、なるほど。この2ラウンド始まってからどちらかといえばケンゲウ選手が盛んに組みに行っているような印象なんですけれども。そうですね、もう組んで、あ、この距離だったら俺の方がうまいなっていうのも分かってる戦い方ですね。はい、今のところまあお互いの持ち味を発揮しながら。そうですね、はい、ケンヤ選手も最初みたいにストレートで距離取れればもっと戦いやすいと思うんですけど。はいはい、やはりここはタイ人の懐に入るスピードですかね。そうですね、このぬるっと入るこの速さ、うまさ、はい、すごいですね。さあこの試合勝利した方が新しいチャンピオンになります。おっと、足をかけて倒していきました。どうだ、ここはダウンではなく体力を削っていくするところですね。ラスト30、ラスト30、30秒を切ってきました。ここに来てケンヤ選手としては自分の持ち味を発揮できていないような状況です。まさにそうですね。距離を取りたいケンヤ、しかし懐に入ってですね、ラスト10、まあ、自分のムエタイをしたいゲンゲウ、こういった皇后大将の対戦となっておりました。第2ラウンド終了です。これより1分間のインターバルに入ります。ああ、第2ラウンド終了して宮田さんいかがでしょう。いやーもう本当にね、なんかタイ人が、まあ、日本でね、はい、さっきも言ったんですけど、ムエタイ5ラウンドなんで、はいはいはい、3ラウンドの試合がねなかなかやりづらさもある中で2ラウンド取りに行って、はい、うん、あとはもう3ラウンド3分取ればいいんだろうっていうところだと思うんですよね。なるほど、なるほど。だからここでケンヤ君もセコンドからね指示が入ってると思うんで、はい、残りの3分どう戦うかですよね。2ラウンドみたいな試合を攻防を繰り返しちゃうと、はい、ちょっとベルトは難しいのかなというこの最後の3分ですね。確かに延長1ラウンドありとはいえ、はい、次が実質上は最終ラウンド、セコンドアウト、ね、セコンドアウト。さあお互いがベルトにかける気持ち、どちらが勝るのか。セコンドアウト、ラウンド3ファイナルラウンド。さあ始まりました、M1 ジャパンスーパーライト級王座決定戦最終ラウンドでございます。さあ心なしか流れているタイの音楽もですねテンポが早まったといいますか、この開始の左のミドルが硬いですね、当たりが、はい、ここはやはりお互いやっぱ倒しに行きたいところですよね。そうですね、この首相撲に一つにしても、まあ、組んだり相手の顔の前に手を持ってきたりと、まあ、様々な形があるように見えるんですが、宮田さんいかがですか。あれはもうなんだろう、まあ、対人は上手だよね。そうですね、もうなんだかんだぐちゅぐちゅぐちゅって言って自分の肩に持ってっちゃうという、あ、今みたいなのいいですね、ウエストで、はいはいはい、パンチローで分けていくといいんですけど、やっぱりこう、いやー本当に懐に入るのが本当そうですね、すごく早い。こういった打撃ですよね。そうですね。さあケンヤとしてはもっと打撃を多用していきたい、しかしそれがゲンゲウつくところに入るスピードでそこをさせていない。あとこれは蹴り合いでしょうか。この左右のパンチ、やはりリーチの長さがすごく目立ちますね。まあそうですね、
たもちょっとなんかタイ人は勝ちを確信したような笑顔がちょっと見えてますね。なるほどなるほどなるほど。この辺りは、まあ、ポイントで優勢していると判断しているんでしょうか。そうですね、彼はやっぱり決してなんかその倒すっていうのはあんまり重きを置いてなくて、はいはい、まあ、いわゆる支配をして勝利を1ポイントでも、あ、1ポイント差でもいいから勝つっていうのがやっぱムエタイの信条とするところですね。もうこのまんまだとゲンゲユ選手の勝ちが揺るがないと思ってるんで、どっちか入ってきた瞬間に縦肘が入ればそれ一発で流れは変わるかなと思うんですけど、ということはまあ相手を倒しに行く、そしてポイントを取りに行く上でもしっかりと攻め込まないといけない。ラスト30、攻め込むだけじゃなくてもう倒しきらないとちょっと厳しい展開だとは思いますね、はい、なるほど。さあ30秒切ってまいりました。確かにちょっとですね、余裕のこうタッチ振る舞いといいますか。そうですね、単発のね攻撃はパンチをヒットするんですけど、そこから連打許さないですよね。はい、さあ10秒切っております。もう間もなく、これも早く出したかった。ファイナルラウンド終了。これジャッジペーパーの集計に入ります。終了してまいりました。宮田さんどう見ますか。まあゲンゲユに関しては自分でもう勝ちは確信してると思うんですけど、はいはい、3ラウンドしかなくて必ずしもね一方的な試合ではないので、もしかしたらちょっと延長もあるかもしれないですね、はいはい、うん、朝日選手いかがですか。そうですね、対人の選手はもう勝ちを確信してると思うんですけど、まあ、うまくまとめられたなっていう印象ですかね。なるほど。さあ判定の結果がまとまったようです。ジャッジの集計結果を発表します。ジャッジ大倉30対28、赤コーナー。さあまずはゲンゲユブレイブリー、ジャッジ秋山30対28、赤コーナー。ゲンゲユブレイブリー、ジャッジ秋山30対29、赤コーナー。以上3対0、勝者はゲンゲユブレイブリー。さあ結果としては3対0、赤コーナーゲンゲユブレイブリーの勝利。そして A1 ジャパンスーパーライト級チャンピオン、見事ゲンゲユブレイブリー選手、おめでとうございます。腰にベルトが巻かれました。さあ今アナウンスあったように M1 ジャパンスーパーライト級、そしてチャンピオン輝きました。撮影が行われております。おめでとうございます。さあ宮田さん、タイトルマッチいかが見ましたか。まあ初来日ですけど、はい、自分のね初めての日本のファイトでね本領発揮をしてみせたんで、この M1 のジャパンのベルトが、はい、M1 の日本における認定王座なので、はい、まあ、今後このゲンゲユ選手にどんな日本人がねチャレンジしていくのか、まあ、みんなの目標になっていくと思うんで、はい、まあ、次の日本人のチャレンジャーいい選手がね出てきてくれるといいなと思います、はい、そうですね、これからはどういった防衛戦を重ねていくのかというところですね。敗れはしましたが、ケンヤ選手どうでしたか。浅草選手、そうですね、序盤は伸びるストレートが良かったんですけど、終盤ちょっとこうそれを封じ込められてからのバリエーションがなかったから、そこが増えるともっと違った戦い方ができるんじゃないかなと思いましたね、うん、はい、いかに自分の距離で戦うのかの重要さがすごく際立った、ね、はい、試合だったんじゃないかなと思います。 M1 ジャパンスーパーライト級新チャンピオンゲンゲユブレイブリー選手でした。